すみません、梅川さん、大変お待たせいたしましはい、た。いえいえ。さあ、梅川選手でございます。3年連続グランプリ出場おめでとうございます。ありがとうございます。グランプリ出場が決まって今のお気持ちというのはいかがですか？そうですね、やっぱり嬉しいです。はい、最高峰のレースなんで、まあ、今年は年間通してこう常にこう上位で安定した成績を収めていたように思えるんですけれども、振り返ってみてはいかがでしたでしょうか？そうですね、まあ、周りからはそういうふうに見てもらえてありがたいなと思う反面、私の中では、まあ、ほとんど去年から成績とか足自体は順調に上がってはきているものの、大きく変わってはいないかなという感じです。ただ8月のアルテミス賞ではビッグ初優勝というところもあったかと思うんですけれども。そうですね、やっぱりそういう冠レースっていうか、そういうのを取れたことは嬉しい方ですね。はい、ファンの皆さんにもそういう姿を見せられたらとずっと思ってたんで。そしてまた今年は練習地をこう伊豆に移してということなんですけれども、この辺りで変化を感じることっていうのは何かありましたか？一番はメンタル的なことであったり、トレーニングからの取り組み方であったりっていうのが一番大きな変化ではあったかなと思います。やっぱりこの一発レースに臨むにあたってメンタル面というのは非常に大きいところを占めるかと思うんですけれども。そうですね、でも9割メンタルといっても私は過言じゃないと思うので、もう脚力自体はもうみんな拮抗してると思うので、うん、あとは誰がどう仕掛けるか、その時にどう動くかっていう判断力、そしてその精神力の勝負かなと思います。さあ、この競輪祭が終わってからここまで調整というのはいかがですか？終わってから3週間ほどしっかり追い込んで、あと1週間はしっかり疲れを抜くような調整になると思います。この平塚バンクっていうのは今年の9月に完全優勝もあったかと思うんですけれども、イメージとか何かありますか？そうですね、日によってあの時はバンクコンディションが全く違ったので、逆に言えばそういう状況があるということを自分の頭に置いて、あまり高速バンクと思わずに、風も吹いたらきついぞと思って頑張ります。まあ、先ほど言われたその瞬時の判断っていうのを大切にしてっていう。そうですね、そこがやっぱりみんなと逆に言えば被る瞬間でもあると思うので、そこをどうタイミングずらすかだと思います。このまあ競輪グランプリ、ガールズグランプリといいますと、やっぱりこう普段競輪を見ないっていう方たちもかなり注目してくれるレースだと思うんですけれども、はい、梅川選手のこんな走りを見てほしいっていうようなところはありますか？そうですね、まあ、今回平塚 の, グランプリはそのなんか音楽もかかるようなことを言ったので、なんかまずそこからまずエンターテインメント性を私は出したいなと思ってるので、はい、まず入場からちょっと見ていただきたいなと思います。走り自体はもうまあ、みんな同じだと思うのでとにかく一着で駆け抜けるように頑張りますけど、まあ、エンターテインメントとしても面白いと思うので、まあ、入場から楽しんでください。最後はじゃあガッツポーズをしている梅川選手に注目っていう。はい、もう絶対勝ったらしますんで、はい、そしてまあその勝ったらというお言葉がありますけれども、そのナショナルチームもありまして、はい、なかなかこう休むこともできないかもしれないんですけれども、はい、こう自分へのご褒美といいますか、そういうのっていうのは何かこう考えてらっしゃるんですか？自分へのご褒美はまた休みが取れた時にできればいいですけど、もし1着取れたら賞金で母親に車を買ってあげたいなと思います。はい、もう車の種類は決めてるんですか？あ、決めてないですじゃあ本当にね、お母さん、そしてファンの方々たくさんへの恩返しということになるかと思うんですけれども、はい、はい、グランプリに向けての意気込みを最後に一言お願いします。はい、競輪ファンの皆さんも、また競輪を見たことないお客さんも、このエンターテインメント性があるギャンブルっていうのをすごい楽しめるのがグランプリだと思うので、本当に入場からかなり盛り上がるレースだと思うので、まずそこを見てほしいのと、せっかく走るからには一着を取る姿を皆さんと共有できたらなと思います。応援お願いします。